字とかもあるやん。絶対言おう思ったわ。アイスもいいですかって絶対言おう思ったわ。おすすめって何ですか。ラテ。ラテ。抹茶ラテ。じゃあ僕それでお願いします。え、この抹茶ってもう今から当ててくれるんですか。マジ？じゃあ僕それでお願いします。やってください。あ、いける？さすがっす。膝の調子どう？一発目それ。いや、そこはみんなやっぱ聞きたいところやろ。いや、まあまだ全開ではないやろうけどさ。まあ右に飛ぶのがね、まあ、ビビってます。やっぱ自分でもまだもどかしい感じ。いや、もうめっちゃ、だって見てて思うっしょ。いや、なんかね、怖がってるような風には見えるからね。いや、もうなんかね、まだあれなんやろうなとは思うけど。だってもう、あ、これいけるわと思ったやつとか全部入ってくもん。もう今日のシュート練習もそうやったもんな。やばい。もう自分でも何してんやろって思う感じやもんな。え、何ヶ月?2ヶ月半ぐらいくらいやんね。いや、もう相当目はついてってんねんけど、その膝の部分、膝がビビっとる。そう、体ビビっとる。なんか、あ、これこの動きは絶対痛なるからみたいな感じになっちゃうよね。あ、ね、それはもうやっていくしかないよね。まあ、ガックンのプレー見てて学ばせてもらいます。本当に思ってないやん。いやいや、思ってないやん全然。いや、マジ思った。いや、マジもう、うわ、もうさすがっすわってこう後ろいながら思いますもん、ほんまに。マジっす、これマジっす。これ俺冗談言わないっすもん。冗談しか言わんやん。いや、冗談言わないっす。マジでマイケルおった時、1,2,3,4 人か、うん、で、ソミュー君入ってくるってなって5人になると思ったらマイケル出てったやん。そやな。ソミュー君来るってなった時どう思った。説明された？何もされてない。安藤さんからはされた、うん、太一も来たじゃん、うん、で、その次ぐらいか山がさ、うん、めっちゃいいパフォーマンスしたじゃん、うんうん、っていう意味では、まあこうやってソンユンとって他のキーパー陣がパフォーマンス上がれば、それはそれでチームにとってプラスだから、いい意味で競争してほしいっていう風には言われた。だってさ、トモヤとかさ、うん、毎年キーパー来てるよね。そうで、マジで。でましてや、ソンユ入れたら3年連続外国人選手来てるからね。ちょっとマイケルいなくなっちゃったのちょっと寂しいけどね。なんかやっとなんかしっかりいじれるっていうか、そうそう、いい雰囲気にはなってたよね、本当に。っていう中で移籍しちゃったからちょっと寂しい気もするけど、うん、甲府とか気にしちゃうもん俺。あ、分かる。あ、出てるかなとか言って。そうそう、向こうも気にしてくれてると思う多分ね。らしいよ。あ、気にしてんの？あの、メール来るっつったもん。あ、そうなんや。今週は誰が出るんだっつって。好きやもんな、なんやかんや。なんやかんやね、あいつ好きなんだよね。まあ、言うて俺もあれ、大輝にマイケル今週どうなのとか聞かれる。いや、俺も聞いちゃう。そうそうそう、俺も聞いちゃうわ。ノーメンバーって帰ってきましたとか言って。わかる。やっぱ気になるよな。やっぱ好きなんだよな。結構なんか好かれてたしね、みんなから。で、最初はね、ふざけたやつだって思ってたけど、そう、もうほんま世話にかかるやつやわって。キーパーチームに赤ちゃん2人おるわ思うと思う。いや、誰。俺じゃないな。俺とじゃないわ。マイケルと。認めてるやん。大変っすよ、こっちは。一番下も。何が？いや、大変っすよ、本当に。いや、何が大変なの？休校へとは、やめときます。そうだよね。俺とお前、休校差あるもんね。一個上ぐらいじゃないですか？いやいや、そうだよね。一個上か。なんならためぐらいの気持ちで普段接してるもんな。俺とトミさんぐらいの年齢差やでね、それ。トミさんと俺10個違いやから。え、でも逆に俺がそのなんていうの、もう休校へっていうので、うん、もうめっちゃペコペコしたり、うん、その嫌でしょ。あ、礼儀正しい子やなって思うんだけど、ね、絶対思う。堅苦しいこいつって思われるわ。いや、でも最初はそうやってん。いや、ガックンがさって最初めっちゃ怖かったもん。ガックン来た時なんか変な、なんか喋りかけてくんなオーラみたいなめっちゃ出ててさ、いや、俺もあ、この人無理なんかなと思ったけど、
まあ、俺頑張ってガックンっていうそのあだ名を俺がつけたんや。で、もうそっからもうみんなあれ仲良くなってった。だから俺のおかげっすわ、言うたら。いやいや、来た時だってもうなんていうの、こんなこう柔らかい感じじゃなかったもん。とんがってた、なんか。じゃあもうだって俺本ちゃんしか知り合いおらんかったもん、うん、本ちゃんとトミさんしか知り合いおらんかったもん。トミさんのなんか教え子みたいな感じで聞いてたから、でまあ一緒にやって、そしたらなんか俺なんとなく出れて、あれっつってトミさん連れてきたんちゃうのみたいな感じで思って、俺4番手として連れてこられたから。いや、それ知らんかったからさ、俺トライアウトの日にオファーは出すけど4番手だからねっていう、うん、で今年はあれやね、俺怪我して、怪我する前にもうルヴァンでガックンがもうスーパープレーして、出てへん時も学ぶとかあったけど、今なんてもうなんか逆にもっと自信ついてプレーしてるってのはめっちゃ目に見えてわかるから、盗むところは盗んだろうって思う反面、これ以上いいプレーしにとってくれって思う俺がいる。これはさ、多分サッカー選手としたらさ、あるよな。ここの関係じゃなくてもうキーパーに限らずみんなそうやろ。そうやし、キーパーってさ1個だけやからポジションが、そう、そう1人しか出れへんし、なんていうの、今年結構考えさせられてる1年かなって感じ、うん、だからまあガックみたいに頑張ってたらいつかこう元に戻れるかなとかも考えたり、うん、まあでもね、より一層ガックがめっちゃちょっと強くなってるからさ、レベルアップしとるし腹立つ反面腹立つ。どうしようのってマジ腹立つ。分かる分かるよ。まあその気持ちじゃないけど、その柏戦もさ、うん、負けて、うん、まあまあ確かに、まあチームとしても個人としても内容良くなかったけど、うん、でよっしゃ次こそやったるでって思ったら F 投戦孫悠に変わって、まあでも、まあ、まあ前も言ったけど、あれよ、二人ともええから、まあ、あれもう孫悠もいいキーパーなのは もちろん分かってるからね。ええ人やしな。孫悠のプレースタイルなんか身長なんか分からんけど、なんか目いっぱい伸びてるセービングとか見たことないんだけど、ないもんな。もうめちゃめちゃ余裕持ってセービングしてるように見えてさ。俺らが 2,3 歩進まなあかんの一歩で行くから、これも才能やなって思いながらきっと見てるな。185で一番ちっちゃいんやチームで、ありえへんわ。え、あ、もう嫁さんの話だ。そう、いいよね。怖いっす。正直なこと言ったらいいよ。いや、もう大好きっす。もうやめよう、やめよう。あ、いいね。やめよう、もう。予告で使おう。大好きっす。